おはようございます。ただいま議長のご指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果をご報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は議第34号平成25年度守山市一般会計補正予算第1号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部、歳出間に総務費項1のうち目1および目2、議第36号守山市新型インフルエンザ等対策本部条例案、議第37号守山市税条例の一部を改正する条例案、議第38号守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案、議第43号平成25年度守山市一般会計補正予算第2号、議第44号平成25年度における職員の給与の特例に関する条例案、議第45号平成25年度における特別職等の給与の特例に関する条例案、議第48号土地所有権移転登記手続き請求調停事件に係る調停の成立につき議会の議決を求めることについて、以上予算案件2件、条例案件5件、その他案件1件の計8件でありました。今期定例会休会中の去る6月21日の午前9時半から当委員会を開催し、理事者側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第34号、議第36号、議第37号、議第38号、議第43号、議第44号、議第45号、議第48号はいずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に文教福祉常任委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会の審査結果報告をご報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は議第34号平成25年度守山市一般会計補正予算第1号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出換算民生費、議第35号平成25年度守山市病院事業会計補正予算第1号、議第39号守山市子ども子育て会議条例案、議第40号延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例案、分割審議として文教福祉常任委員会所管分を審議いたしました。議第46号契約の提起につき議決を求めることについて、議第47号契約の締結につき議決を求めることについて、請願第1号年金 2.5% の削減中止を求める請願の予算案件2件、条例案件2件、その他案件2件、請願1件の計7件でありました。今期定例休会中の去る6月24日の
午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長、教育長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な審議応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第34号、議第35号、議第39号、議第40号、議第46号、議第47号は、いずれも全会一致で、原案の通り、可決すべきものと決しました。また、請願第1号は、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。以上、文教福祉常任委員会の審査結果報告の結果、報告を終わります。ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に環境生活都市経済常任委員長の報告を求めます。環境生活都市経済常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果をご報告いたします。本定例会におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第34号平成25年度守山市一般会計補正予算第1号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出間に総務費項1のうち目11間4衛生費、間6農水産業費、間8土木費、議第40号延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例案、分割審議、環境生活都市経済常任委員会所管分、議第42号琵琶湖流域下水道協議会規約を定めることを関係地方公共団体に協議することにつき、議決を求めることについて、今期定例会休会中の去る6月25日の午前9時30分から当委員会を開催し、理事者側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、活発な質疑応答を繰り返し、慎重審議の結果、議第40号および議第42号はいずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。また議題34号については賛成多数で原案の通り可決すべきものと決しました。以上、環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。